ユニー航空は台湾の航空会社、立境航空とも呼ばれる。エバー航空の子会社として国内線や近距離国際線、国際線チャーター便を運航している。ユニー航空はマコー航空講師を前身として1988年8月6日に発足した。1995年にエバー航空の子会社となった後、1996年3月に 正式に現在の名称となった。1998年に競争力強化のため、中華民国交通部主導で大花航空及び台湾航空と合併して現在に至る。ユニー航空の運航する路線ではビジネスクラスとエコノミークラスが用意され、ビジネスクラスの旅客はエバー航空の空港ラウンジが利用できる。近年、台湾高速鉄道に押され台北へ、 松山高尾線の廃止を発表。今後は台湾高速鉄道と競合しない国内線や台中や高尾など台北、桃園以外からの近距離国際線に力を入れていくとしている。ATR-72 バットバツマル塗装日本のサンリオと提携しバットバツマルの特別塗装機を運行している。2017年4月現在。 エアバス A3212016 年11月、現在、ありがとうございます。